こんにちは、神経システム生物学の稲垣です。稲垣研へようこそ。こちらが私たちの研究室のメンバーですが、私たちの研究室は現在6人のスタッフ、ポスドクと13人の学生から構成されています。私たちの研究室では脳の中で神経ネットワークがどのようにして形成されるかという仕組みを分子レベルで解析をしています。で、研究の特徴としましては、神経細胞を培養してそこでさまざまな顕微鏡を使いましてデータを取得したり、ライブイメージングを行います。現在私たちの研究室では16台の大小の顕微鏡がありますが、こちらは最も小さい顕微鏡になります。ここにスマートフォンを載せて、ここにレンズがあります。ここにスマートフォンを載せて、ここにサンプルを載せてデータを取ることができます。で、こちらでフォーカスを変えることができます。で、もちろんこのような顕微鏡はシンプルなものですが、私たちの研究室ではその他にも細胞内の分子の挙動を1分子レベルで解析する顕微鏡ですとか、それから細胞が動くときに生み出される力をライブイメージングするような最先端の顕微鏡を装備していますので、このような研究に興味のある方は歓迎いたします。で、こちらが私たちの顕微鏡ルームのメインのところになります。どうぞご覧ください。こんにちは、神経システム生物学研究室助教の馬場です。よろしくお願いします。ここの部屋は顕微鏡室です。この部屋には最先端の顕微鏡も含めて6台の顕微鏡が設置されています。こちらはこの顕微鏡を用いて撮影された神経細胞のライブイメージングです。蛍光タンパク質の遺伝子を導入した神経細胞の形態変化をライブイメージングすることができます。この顕微鏡は一度の撮影で位置を変えて10個以上の神経細胞をライブイメージングすることができます。こちらの顕微鏡も同様の機能を兼ね備えており、両方合わせて20個以上の神経細胞をライブイメージングすることができます。続きまして、こちらの両方の顕微鏡では細胞内の分子の動きを1分子レベルで観察することができます。助教の峰石です。次に上焦点レーザー顕微鏡をご紹介します。私たちはこの顕微鏡を使って細胞が生み出す力を計測しています。この実験では細胞をゲルの上で培養しており、ゲルの歪みから力を計測しています。ピコニュートンレベルという非常に小さい力を検出することができます。こちらの動画で矢印で示されるように、細胞が移動するときに、ダイナミックに力を生み出していることがわかります。このようにこの実験は細胞がどの部分でどれだけの力を生み出しているのかをリアルタイムに調べることができます。インドネシアから来ました。Welcome to Inagaki Lab. Please enjoy the research and science.